こんばんは。こんばんは、吉沢亮です。平間宗一です。はい、はい、ということで、吉沢亮、平間宗一、悟りへの道、悟りへの道、はい、はい、出演決定スペシャル。焦んなくていいからね。焦んなくていいからまず杉田見ようか。はい、すいません。はい、はい、なんと、はい、あ、金髪。そうなんですよ、今金髪にしてきたばっかりで。すごくいい風ですよね、うん、今美容室から帰ってきて。あ、そうなんですか。そうそう、あ、今日染めたんですか。そう、これも物線のためなんだけどね、ちょっと言うと。なるほど。そうそう、まあ、まず物線とはどんなものかというのを、はい、説明してあげてということなんですけど、まずこの物線とはですね、貧乏寺のこう再建資金を集めるためにこう開校された仏教専門学院、略して仏専に入学した坊主たちのこう欲求を描いた報復絶踏の青春ドラマになります。そうなんです。じゃあ、なんかやってることとかある？あの、坊主になるために俺これやりましたみたいな。お寺は回りましたね。お、一人で。一人で。お、さすが。朝のお寺と夜のお寺見て、なんかそういうお寺の雰囲気みたいなものを知って、うん、なんかまあそういう仏前の世界観に少しでもこう気持ち的に入れたらいいなという。そうね。まあ、そして、あの、今回、あの、舞台仏前のアミューボバ先行がスタートするわけですけれども、期間はですね、6月24日の、はい、12時から6月27日、23時59分までということです。坊主頭解禁ということですけれども、うん、もう量は出してるでしょ。僕はもう出してるんですけど、宗一くんこれ初ですよね。坊主頭これ宗一くん初。そう、ここで初めて、初坊主ですけれども、はい、ちょっと、はい、じゃあせーの、じゃん、どうよ坊主宗一くん。やばくない？宗一くんこれすごいですよね。すごいでしょ。なんかもう貫禄がありますよね。亮の方の、はい、じゃん、かわいい。なんかいいよね。あ、そうちゃんかわいい。じゃあ俺怖い。怖い。そうちゃんかわいいかと思ったら怖いって書いてあった。だってさ、結構気に入られてたもんね、俺これ見て。あの、も絶対こっちの道来ていいよみたいな言われて。そうなんです。なんかうまくいったら俺もそっち行こうかななんてね。ほら、宗一くん、ん？行っちゃいますか、ほら、あれ。何？宗一くん、行きますか。行っちゃいましょうよ。なんとですね、はい、いきなりなんですが、はい、ここでゲームコーナーに行きたいと思います。はい、そのゲームのタイトルはですね、はい、なんと、悟っているのはどっちだ、お悩み相談のコーナーになっております。はい、よくあるお悩みテーマに対してですね、はい、どちらがより悟っている回答をするかという。違う、よくあるの。そう、よくある。なんかよくありがちな質問を、ありがちな、なんか、あ、こういう悩みあるあるあるみたいなやつを、こう、どっちがこう悟ってる回答出せるかみたいなのをこう競うコーナーでして、まあ勝敗は皆さんのツイッターで、こう、どっちが良かったっていうのをこう判断していただきたいなと。はい、あの、敗者にはですね、うん、罰ゲームがあるということで。お、まず先行後攻を決めなきゃだっけ。先行、あ、そっか、じゃんけんか。そうそうそう、じゃんけんでいきますか。よっ、せーの、最初はグー、じゃんけんぽい、はい、グー、ショーショー。じゃあ俺先行ですか。そうだよ、いいよ、先行か。そうじゃあ早速いきますか。いいよ。よし、ということで聞いてあげてください、はい、最近前より風邪をひくようになったと、なったなと感じます。うん、どうすれば健康でいられますか。よくある。あるこれ。ある。どうすれば健康でいられるか。そうですね、まあやはり、うん、あの、早寝早起きが一番だと思います。終わり。終わり。だってこういうことじゃないのかって。そういうことか。そういうことね。食習慣をね、うん、こう、いやいや、早寝早起きがいいと思います。よく風邪をひくようになったということですけれども、はいはい、そうですね、あの、体調っていうか気持ち的にも病んでるのかもしれないし、もちろんその食生活とかね、睡眠不足とかいろいろあるのかもしれないですけど、まず一番は笑顔でいること、それが健康の源だと思います。
これ勝ったんじゃない？これ負けたんじゃないですか？まあでも これ負けたんじゃないですか？はい。友達いや、いいよ、はい、友達欲しいと思ってましたが、人付き合い苦手だし、相手に話し合わせたり結構気づかれもするし、なら無理して友達作ることもないのかなと、この考えは間違ってますか？待って、なるほど、これちょっと結構最終的にガチなやつ来てる結構ガチなやつ来てるね。友達、まあ、無理に作る必要はないと思います。すごく地元の友達と仲いいんですけど、まあ一緒にいて一番素でいられるというか、一番まあそういう付き合いも長いっていうのもあるんですけど、一番その安心してられる、安心できる空間みたいなものがそういう地元の友達なので、無理に作ろうと思って作るもんどんでもないと思いますし、そういう友達ってこうなんか生きていく上で、まあそういう意識、無意識のうちにこう周りにいるようなものなのかなっていうふうに僕は思うんですよ、うん、だからなんか友達をそういう無理に作ることもないのかなっていう考えは全然間違ってないと思います、僕は。次俺の番、はい、オッケー。これでもね、結構いいこと言ったんじゃない、うん、そんなことない、いいこと言ってたよ、いいこと言ってた。でも俺はそれを超えるよ。僕はですね、はい、最近自分で決めてることがあるんです。なるほど。思うがままに生きようっていう言葉がありまして、自分の中でですよ、はいはい、ちょっと前まではやっぱりその可愛い自分を見せようとか、かっこいい自分を見せようとか、こう気張ってた部分があったんですが、はい、やりたいことだけに集中して、だから友達を作りたくないって思ったら作らなければいいし、でもある時そんないなかったらいないで、いつか欲しいって思う時が来るわけです。そうなれば作ればいいし、なんか思うがままに変に大人ぶらないで、こう今の流れるままに生きていけば人生うまく進んでいくと思います。来たんじゃないですか、これは。男前さあ、というわけでここら辺で判定に行きますか。これだってさ、総一くんかっこいいみたいな、総一くんの好きなよみたいな、いやいや、まあそれはありがたいけど、はい、悟ってると思った方の名前を今つぶやいてください。スタート。さあ、これ緊張するかな。緊張するよ。どっちなのこれ、はい、まあこれ独断と偏見でね、名前が多かった方の勝ちになるからね、勝手に。で、出る。そうちゃん、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 よーし、罰ゲームなんだろうね、これはさ、俺らも知らないじゃん、罰ゲーム一体何なんですよ、そうなんですよ。じゃん、嘘でしょ、ちょっと待って、え、本気しっぺ、まあ、まあまあまあ、しっぺか、しっぺ、しビンタかと思った、いくよ、肘気をつけてね、肘気をつけて、そう、ここにガンってなってないようにね、まあ、よし、いくよ、はい、いきますよ、はい、せーの、おー、大丈夫、大丈夫だな、あー、結構痛い、本当に結構痛いこのお寮のファンの皆さん、すいませんでした、舞台物戦の、うん、アメモバ選考がスタートするということで、期間は、6月24日から、はい、6月24日の12時から、はい、6月27日、23時59分までということで、はい、皆さんどんどん応募してください。はい、お願いします。今回はこれで以上ですね。はい、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ。